はい、皆さんこんにちは、セナです。今回ですけども、ツイッター見た方は知ってると思うんですが、しばらく前にね、あつ森の初期の家ですかね、テントを作ってみたんですよ。しかもアーキキャドとツインモーションとフォトショップで、でその画像をツイートしたんですが、まあそれがね、もう、まあ、結構面白いなと思ったので、それをどんな感じでどんな風に作っていたのかなっていうのを今回動画にしてまとめようかなと思いまして、撮っている次第でございます。けどでね、まあ先に謝っときたいんですけど、なぜか作成途中動画撮るの忘れてたんですよね、完全に。いや、さ、後で早送りにしてでも出せばいいなとか思ってたんですけど、完全に忘れてまして、ないんですよ。なんで今完成したやつを開けてから一個一個消して、今コントロール Z で戻っていって、どんな感じで作っていったのかをこの音声で補足しながら説明していきたいと思います。はい、まずですね、やりましたのはこちらです。スラブを作りました。このスラブ何かと言いますと、あつ森のこの元の画像を見たら分かると思うんですけど、まあ地面ですね、地面に値するものです。最初はね、これをツインモーションに飛んで行ったり来たりしながら、同じような画角であればどれぐらいの大きさがいるのかなと思って、ちょく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 書いていきました。で次ですね、はい、はい、もう早速先ほど、元の画像のですね、テントの床部分でございますを作成しました。まあなんで作ってるかと言いますと、シンプルに 3D データにテントがなかったからです。まあ同じようなテントがなかったからです。まあなんで、まあスラブと壁を使って作っていたんですよ。まあでも意外と簡単でしたね。では次行きます。はい、次壁ですね。テントの上側です。もう結構大きめに作りました、ポンと。で角度どれぐらいがいいかなって試行錯誤しながら作ったんで、こんな感じになってます。はい、次、はい、いきなりぐちゅってなりましたけど、もう片方のね、側面ポッと出しましたら、いきなりこれ重なってね、重なった部分が消えちゃったんですよ。てか消えてくれたんですよ、僕からしたら。なんで、あ、ラッキーと思ってそのままやりました。もちろん反対側にするとこんな感じ。ただ向かい合うやつは消されないらしいです。ただもう一つ作るとバンと綺麗に正三角形じゃなくて三角柱を作ることができました。まあこれにテクスチャーを貼れば、なんとなくテントっぽいものはできるなとは思って、あ、これで、あ、やっぱ作れるわと思って確信しましたね。でこの後にですね、あの元の画像を見たら分かると思うんですけど、杭ですね、杭のようなもの、大丈夫、はい、杭のようなものですねを作りました。ボンボンボンと、これがあるかないかでね、もうテントっぽさがもうめっちゃ変わります。めっちゃって言っちゃった。雲泥の差ってやつ。ポンと、ポンポンと。はい、こんな感じで作りました。どうですか？これあるだけでちょっとなんか売ってるっぽいですよね。この紐はさすがにちょっと、まあ頑張れば作れるんですけど、めんどくさいなと思ったんで、やめました。それなしでもいけるなと思ったんで。で、最後にですね、ポソです。ポストの柱、これ全部柱ですね。こちらも全部柱です。柱ツールを使って作りました。柱に、スラブに、壁ツールに、最後にスラブです。でこれなんで材質、同じものなのになんで材質変えてるのかと言いますと、専門書に持っていくときにですね、こことここで、材質、テクスチャー変えるかなと思ったんで、一応変えておきました。まあ、ツインモーションはね、ここの元のテクスチャーによって、元のテクスチャーが同じところは全て同じテクスチャーになりますので、そこだけ注意して、異なるテクスチャーをちゃんと選ぶようにしています。でですね、このまま、アーケードはもうこれで終わりです。じゃあ、ツインモーション行きましょう。はい、ツインモーション開けました。ツインモーションはね、どんな感じで作っていったのかっていう。説明しますね。でまず元の画像を見まして、先ほど言った通り、まずここでもうカメラのアングルを固定したんですよ。あ、これぐらいだなと、水平線からこれぐらい空いてて、で木があってみたいな、
をしました。そしてスラブの大きさどれぐらい必要かなっていうのもここでしました。でよし空き角終わったなと思ってこっち来まして、でこのテクスチャーね、さっきここコンクリートだったのを変えましてね、でここら辺はセメントとかだったりしたんですけど、それも変えてます。先ほど言った通りここの2つのテクスチャーも綺麗に変えてます。メリハリがついてね、あ、ミスター、いい感じになってるのではないかなと思います。そしてここもしっかり気にしまして、でここもここら辺ね、花ありますんで同じような植栽を植えまして、でこの木もね、こんな太いのないんちゃうかなと思ったんですけど、このツインモーション2020からですね、エイジ、樹齢っていうのを変えることができるようになりまして、これもとデフォルトでは 50% なんですけど、この状態で、いや、やっぱ太いのないなと思ってたんですけど、ツインモーションこの植栽のところからね、木見るとこんな感じで樹齢、大中小で表すことができるんですよね。でこれがいい感じに太かったので、もうエイジマックスにボーンとぶち上げました。するともう、あ、見てください、桃と長蔵とほぼほぼ太さ同じですよね。幹の太さもう完璧やんと思って、もうこれにしようって、でこれにしました。ですので、まあ、あとはもうポンポンポンとして、ここら辺を地面に、先ほどの地面の木材のテクスチャーも地面に変えて、であとは影ですね、陰影も先ほどのところからモアを押しまして、でロケーションからですね、とりあえずまあこれ90度いいとしたら、このデイタイム、太陽の向きですねを変えまして、元の画像の陰影と同じような角度にしました。まあ大体こんな感じですよね。でここでツインモーションのお仕事は終わりになります。あとは何でやったかと言いますと、フォトショップでやりました。でここまではセナがやったんですけど、これも僕がもうこの企画というか、これを作りたいと思って、これ作ったら絶対おもろいやんと思って、モリオに興奮して言ったんですよ。この画像を持ってね、 LINE に送りつけて、見てくれと、これおもろないかと、これフォトショップでもっといい感じに加工してくれへんって言ったら、もうモリオも興奮してね、やるやるってやってくれました。やった。でその編集した様子がこちら。はい、どうだったでしょうか。モリオもね、まだ画面録画っていうのをし慣れてないっていうのもありますし、そもそもモリオも空き角、僕のさっきの空き角みたいな感じで一個戻ってみたいな感じでやっていったらしいので、詳しいこういうカーソルが動いてるみたいな、そういう映像は見れなかったと思うんですけど、あんな感じでやって進めていたそうです。まあ、今回ちょっと詳しい話はねできなかったんですけど、次回作撮るときは絶対に動画撮っておこうと思いますので、次回作も楽しみにしておいてください。で次もね、あつ森の部屋であったり村をね、アーキキャドとツインモーションとフォトショップでね、いい感じに作っていきたいと思っています。で僕も森尾もあつ森をしてないんですよね。なんでできればコメント欄なので、これとか結構作りやすいんじゃないとか教えてもらえると嬉しいです。はい、ということで今回の企画面白いなとか、もうちょっとやってほしいなとか思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画は以上になります。ありがとうございます。